ったそれでは続けていきましょう、うん、元気癒し笑いをミックスして陽気なクラゲたちが爽やかに歌い上げます。ジョリージェリーフィッシュです。自由が丘と溝の口でストリート頑張ってます、ジョリージェリーフィッシュです。今日春の明るい曲なんですけども、別れを描いてみました。桜ハラハラです。聴いてください。どうぞ。みたいよ。路上ライブのよくやってるんやけどね、はいはい、なんかね、はい、あったでしょ。もうなんかそう、あの自由が丘でやってるんですけど、自由が丘でやってるね、はいはいはい、で家が新横浜の近くなんですよ僕は、うん、でどうしてもその時用事があったので、うん、あのちょっと遅刻しそうになって、はい、一回家に取り、あの荷物を取りに新幹線に乗ろうと思って、はい、新幹線だったら間に合うと思って、はい、新横浜に行くはずだったんですよ、はい、それがのぞみ号が気がついたらもう名古屋の方に向かっていたっていう。